そうですね、まあ、生活していくための人生の2枚ですかね。私は福山市南部の沼熊半島の沖合で小型底引き網漁をしています。英月さんは大阪出身。以前は建設関係の仕事に就いていましたが、小さい頃から憧れていた漁師になるためにここ横島へ移住し、研修を受け転職した若き漁師。まあこの辺はやっぱり瀬戸内海で、潮の流れが早いので、やっぱりタイとか魚すごい身が引き締まっていて、すごく美味しい魚が豊富です。はい。底引き網漁は網を海底まで沈め、ゆっくりと船で引いていく漁。タイやアジ、イカやエビなどさまざまな種類の魚を狙います。しかし最近はその魚の数が減少してきているというのです。まあ一応この辺には大きな川があんまり少なくて、それでやっぱり川の流れがない分ちょっと魚が減ってるっていうのを話で聞いたんですけども、それとあとは不法投棄などによってまあゴミが結構底引き網で乗るんで、そういうのがなくなればもう少し魚も増えるかなと思いますね。まあ底引き網漁で乗ったゴミなどは極力持って帰るようにしたり、あとはまあ組合のみんなでゴミ拾い活動に参加したり、木を植える植樹の参加したり、そういうことをまあコツコツですけどもやってます。海の環境を大切にすることが私たちの食卓を豊かにすることにつながるんです。地元でもうこの取れた魚をもっと地元の方にこう、食べていただくために、今浜織りをしたり、販売所で直売をしています。もっともっと多くの方にこの内海町の魚を食べていただきたいので、まあ頑張ります。